自分が礼になって
改めまして、3番手務めます、ゆうかです。よろしくお願いします。最近よく言うことが多いんですけど、こう前の方から席が埋まって、感じが最近結構多くていいですね。なんかちょっと空気が変わるとすぐにドキドキしてしまうし、最近ちょっとね、なんかこう私YOASOBIが好きなんですけど、令和の音楽に触れすぎて久しぶりに平成の名曲みたいなやつとかを結構聴き漁ってたら、すごいこう、私こういう音楽もしたかったなって、こう憧れがね、いろんなあれに増えてったっていうのもあるけど、こう原点にも戻ってきたみたいなね、いろんな気持ちがあって、じゃあ今日はどんなライブができるんだろうみたいなことを考えた時に、もうなんかすごいドキドキして、なんかね、でも緊張してるわけじゃないんですよ。緊張感があるんですね今は。ちょっとそういうことにもうちょっと優しめてもらっていいかな。絶対に英音楽をしてやるぞという意気込みのもと、ここに立っております。最後まで楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。
Thank you.
けて最後の曲になるんですけど、緊張感を持ってここで歌って、なんかこう真剣な目と、目が合うことができて嬉しいです。ちょっとあれですよ、ちゃんと目が合ったら私すぐそらしちゃうかもしれないんですけど、出ますのでありがとうございます。告知をさせていただきたいです。まずもう本当に一番これだけは覚えて帰ってほしいっていうのがありまして、8月4日お昼、ここ南堀江レインボーでマンマライブが決まっております。ありがとうございます。あと2ヶ月切ってはないけど、2ヶ月ちょい、2ヶ月半ぐらいかな、発表した時は半年後とかで、こうなんだろうね、あれをやるこれをやるっていう感じだったのが、今あれをやってるこれをやってるという感じで、なんかもうすぐやなっていう、近づいてきたなっていう感じがあります。チケットありますのでぜひゲットしてってもらえたら嬉しいなと思います。ほんであとはおっきいのが7月28日、みっけみっけみっけサーキットイベント出演が決まっております。こちらもチケットがありまして、あともう一個サーキット、8月14日ハグロック東京なんですけど、東京から来た人は買ってくださいって言おうと思ったんだけど、ちょっと今日ないので来るよっていうのを覚えておいてほしいなと思います。あと今日から売り始めてるデルチケット 2個新しいのとかありますので、とりあえず物販覗いて何があるかなってチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。それでは次で最後の曲になります。最後マイペースという曲を聴いてください。ありがとうございました。ゆかでした。駐車場で火を浴びる子猫みたいに、自由に生きていけたらいいのに、優しく晴れた今日くらい少し休んでもいい。雨の日で